今回のチャルロスだえ。キャー、もう一回話すんだからもう一回来て。キノコ、キノコ探してる。次は積んでるかな、積んでないかな、どっちでしょう。その子からちょっと、お前どこだ。やばい、バトル来た。今度は2匹。逃げてー。とりあえずアジトの方に逃げてきてよ。いや、これやばいかも。あ、マジで。ちょっと待った。ヘリでなんとかリングを行ける。あの、逐一捕獲してくれ。キャー。あー、終わった。ちょっと一回一十百千万十万十万一回ちょっと100万円押収してあっちで見ようか。うん、お願いします。はい、ダメだよチャル、薬なんて、うん、薬はね、使った人がね、この家族も壊れちゃうんだから。いやでもあそこにわっちが車止めてなかったら倒してたけどね。あそこに車止めてなかったらなんで遮蔽物になっちゃった、絶対打ち勝てたよわっちが。ともう一回、もう一回話すんだからもう一回来て。もう一回。怖いよ。だって2人21じゃ怖いじゃん。ね、あ、南署。一対一がいい。南署近い。近かったから。マジか、やべえ。ちょっと待ってね。うわ、マジかよ。救急隊呼ぶわ。やるー。うわ、ごめん、南署。救急隊の方、南署にお願いしてもいいですか。じゃあまあちょっと一瞬申し訳ないんだけど、ちょっと待ってもらっていい。ランプの中身見てくる。あ、一緒に見るそれか。うん、見るよ一緒に。一緒に見る。オッケー。バイクでやられた？あ、バイクだ。さすがに撃ったら壊れるバイクバックさせたの。めっちゃ歪んでたかった？いや、大丈夫だったい？いや、待って、怖いな。仲間来そうだな。ごめん、仲間来てるわ。見えた。あ、そう、見えるな。一回こっち行こう。ついごめん。見に行こうえ、早く。うわ、ごめんよ。仲間来てんじゃねえ。危なすぎる。マジで。確認しよう。一緒に確認しよう。多分今回りまくってると思うよ、マジで。もう一回行く。生きてー。あえてでもう一回行く。俺クソいいこと考えたんだけど、積んでるふりしてさ、しゃがんでさ、取ってるふりしてさ、一個持ってるの何ですか？散歩に来ただけですけど。クソ煽ってみる。へえ、何一人いるんですか？はえっつって。よし、これで行く。キノコ探してました。美味しいキノコがあるって聞いてきたんですけど。早く降りてこいえ。逃げてみるか一回。さて、花取るかいね。パパンパンパパン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 パパパパンパンパンパパンパパパパンパンパパパンパパパン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 。これも違うか、これも違う。あ、はーい。パパパパンパンパパパンパパパンパパパパン。何してるんですかね、それ触れてる。え、 It's me? あ、キノコ探してる。キノ
を探してんの？いえ、キノコ。パパパパンパンパパパン。あのノキノキノコ。パパパパンパンパパパンパパパン。パパ。積んでんのよそれ。積んでんの。あ？パパパパンパンパパパンパパパンパパパパン。始まっちゃった。パパパパン。え？大丈夫そう。撮ってる？ちょっとマリオさん。うん？一回荷物担保だけ見てもいいですか？ノノ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 。ごめんなさいね。ノ。やっぱりちょっとここにいる人ってやっぱお花って悪いものをちょっと包んでるんですけど。お花？あ。ファイヤーフラワー？そう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 。ファイヤーフラワー？それじゃファイヤーフラワーなんですけど、ちょっと近づかない。オーマイガー。パパパパンパンパパパンパパパン。ちょっと一回手錠してもいいですかね？No why? Why? ちょっとね、ファイヤーフラワー持ってるかもしれないんで、ちょっと一瞬荷物。ファイヤーフラワーこの国違法なんですよ。パパパンパンパンパパン。ちょっと一回ごめんなさいね。一回ちょっとこの現場もあれなんで、一回ちょっと手錠かけますね。あでちょっと中身だけ見ますね、うん、どうぞどうぞちょっと見ますねねもうけもう何にもしてないやっぱり何にもしてない何にもしてないさあ次はどうしよっかな次はどうしよっかな見せてもらってもいいですか、ね、どうぞどうぞ次は積んでるかな積んでないかなどっちでしょうあ次は積んでるかな積んでないかなどっちだろうな あの車あの車あの車とかさ姉さんあの車あの車え了解すいませんご協力感謝しますいつもバイバーイ帰るかいサブ追っかけバカめ踊らされてんだよお前ら俺の手のひらで俺の手のひらで踊らされてんだよ警察のもほぼ戻ってきたら終わり戦う術がない積んでるふりマジおもろいむしろなんで俺さっきいたのになんで俺は捕まらんのこれなんでなんいやでもおもろいやんさっき釈放して現場戻ってきたら今度は積んでたあっち目線もおもろいやんそれ乗ってあげようじゃないかあいつ今度は積んでるぞっつっておもろいどうこれじゃあもう一回戻っているっつって今度はマリオが普通に積んでたらみんなの亡くなった遊び心を私がね戻してあげるよいや追われてた人も意味わかんないだろうなここで乱歩あって職質されてる人を取り締まらずにこっち追っかけてくんのってなってそういや目出てきてもらってもいいかなチャル It's me ちょっとチャルこの場であれなんだけどさうん、ここにいる以上ちょっと荷物検査をしなくちゃいけなくていやちょっと相談があるんですよどうしたの相談がちょっと聞いてほしいうんちょっと人生の相談なんですけどああなるほどねそう彼女ができなくて最近はいはいはい、はい、彼女ねそう彼女が欲しいなって思っててうん彼女作るには聞くよ全然聞くよそうそうそうこの町でどうやったら彼女できるかなって、うん、そうそうそうなるほどねわかります彼女の作り方あ違う違うごめんごめんもう、まあ優しくなればいいんじゃないかな優しく、うん、好きな人がいるんですけど、うん、そのどうやってその好きな人に告白すればいいおい待てあれ絶対に逃げる絶対に逃げる見失ってねあれあれ見失ってねよっしゃ
優しいな、庄司は。あの人は優しいな。もしもし。それで、あの彼女をやっぱ欲しいなって、うんうん、あ、分かる思う理由があって、うんうんうん、そうそう、やっぱバレンタインデーの時にやっぱ、うん、そのいっぱいやっぱカップルっぽい人がいたわけなんですよ。うんうん、あ、まあまあ、そうです、それはね、そう、それ見て欲しいなって、で好きな子がいたんですよ。うんうんうん、その子からちょっとお前どこだなんで、なんで見失ってんだよ。どうやったら見失うんだよ。ランポとバイクだぞ。ガチでおもろい。普通に見失ってんのおもろすぎる。